アルジェリアとロシアの関係では、アルジェリアとロシア連邦の二国間関係を取り上げる。両国は大使を交換し、双方の首都であるアルジェとモスクワに大使館を設置している。2011年現在、両国は友好関係を維持している。アルジェリアロシア両国の関係は、ロシアがソビエト連邦の時代に遡る。ソ連はアルジェリア独立戦争でアルジェリアを 軍事、技術、及び、物資の面で支援を供与した。アルジェリアがフランスから1960年10月に、事実上独立すると、ソ連は世界に先駆けて、これを承認した。1962年3月23日、アルジェリアが正式に独立すると、アルジェリアソ連両国は、正式に、外交関係を結んだ。 1963年12月、ソ連とアルジェリアは、経済技術協力協定を締結する。その内容は戦争で疲弊したアルジェリア経済を再建することを名目に、工業プラント建設、農業開発、地質調査、要員の訓練など広範な内容を含むものであった。ソ連はアルジェリアに対して、約9億ルーブルを、長期貸し付けを対応した。 1964年5月には、アンナバに、夜勤工場建設に関する技術援助供与で合意している。両国首脳の相互訪問も行われ、アルジェリアからは、ウアリブ・メディエン大統領が1965年と1967年に、ソ連を訪問した。ソ連からは1969年に、ニコライ・ポドゴルヌイ最高会議幹部会議長が、アルジェリアを訪問している。 アルジェリアとロシアの経済協力は政治、軍事面での協力関係と比較するとそれほど密接とは言い難いが貿易額は拡大傾向を見せている。ジョーズはアルジェリアとロシアの二国間貿易港である。2005年は3億6500万ドル。ロシアからアルジェリアへの輸出港は3万6100万ドルであり、主要貿易産品は穀物、金属。 パルプ、工作機械である。両国の経済協力関係で大きな比重を占めてきたのがエネルギー、ガス産業関係である。2000年以降、ロシアはアルジェリアにおけるエネルギー分野の開発で突出した役割を演じた。2001年、ロスネフチはアルジェリア南東部イリージーで油田とガス田の開発を開始しし、2005年、2006年にも パイプラインを付設した。2003年、ストロイトランスガス社は、アルズーにパイプラインを建設している。2006年、アルジェリア国営炭化水素株式会社と、ルクオイルは、炭化水素に関する相互協定を締結した。ルクオイルは、アルジェに駐在員事務所を設置する予定である。ガスプロムもアルジェリアに進出している。2006年5月、 ガスプロム首脳部はアルジェリアを訪問し、液化天然ガス事業で合弁事業の交渉を開始した。石油と天然ガスにおける戦略的提携は、欧州連合におけるアルジェリアとロシアのエネルギー面での地位を強化した。2010年10月6日、ドミートリー・メドベージェフロシア大統領は、アルジェリアを公式訪問にした。首脳会議では、 両国間における国際ガス市場における協力体制について協議された。2011年、アルジェリアでは、ロシア文化デーの行事が、アルジェ、オラン及びコンスタンティーヌで予定されている。2006年3月、ロシアとアルジェリアは、債務帳消しと75億ドル分の兵器供与に関する協定に合意した。これにより、アルジェリアには、 ミッグ -29SMT 戦闘機36機、S-30 マカ戦闘機28機、約 -130 練習機14機、S-300 地対空ミサイルシステム8機、T-90 戦車300両が供与された。ウラジーミル・プーチンロシア連邦大統領を迎える、アブデルアジズ・ブーテフリカ・アルジェリア大統領プーチンは、ロシア連邦の首脳として、最初に、 アルジェリアを訪問した。この記事には、ソビエト大百科事典1969-1978の内容を含む、レリレーションズ・アルジェロ、リュスサイトで L ・アンバサード D ー・ディ・アルジェリー・エヌ・ルッシエハット・ ABCD ・ L ・アルジェリー・イラ・ルッシエ ONT ・シニア・マスク・ウン・プロトカル・ D ・アコード・シュール・ラ・コア・ハシオン・バイラテラル・ダンレ・ハイドロ・カルバレース。 en プレゼンスでエル、アルガリアンチキーブカリールイジュルスセ、ビクトール・クリステンコ、L エ,エクスプレッション、ゴト2006ガスプロム en アルジェリー・ポア・ユヌ、コアハシオン・ゲジャー、エルエコノミスト、に順位2006。ありがとうございます。